ハンズバーへ向かえ。派手な電飾の建物ゆえすぐにわかる。タイロンのハンズバーは社交場として有名だが、裏ではテイト諜報の拠点としてもよく知られる。ドーク銃器鏡の手がかりもつかめるだろう。導きの色。
お前さん、そこん起きなさんな、分からなくなってしまう。やっかいしちゃった。いらっしゃい。黒装束の忍び、横島なる意図を持ってタイロンの町に暗躍するあり、心怪しきジグモの一味にして我らが大義を害する者ども、生かしおくあたわず。
ティのチケットはお持ちで？いや、それじゃ入れませんな。今日はそういう日なんでね。知る人ぞ知る伝説の武器をこのタイロンに持ってきてある。人も通わぬ暗き袋小路のただ忍者にだけ達しうる高みにそっと隠しておいた。心づくしゆえ必ずや受け取れ。私はハンター、魔人つぶしのレイチェル。あれが魔人ってやつか。めったに見るものじゃないけどね。もともとはどれも人間だった。人間？素質の問題よ。そうなってしまう人は避けようがないわ。悪人だろうが善人だろうが。お前も並の人間じゃないな。複雑よね。あなたは？ドークという呪気教を知っているか。居場所が知りたい。どういうこと？奴を殺す。何を言ってるのか分かってるの？殺せるならとうに私が殺してるわ。あいつは私から妹を奪ったのよ。
て。どうやら話が合わなかったらしい。気にするな、ただの通行人だよ。ま、ドークとやらの話はうまくいってほしいもんだな。ああ、そうだ。レイチェルのことはよく知ってるがね、いい子だよ。